どうも、わたかです。今回の動画は、こちらのね、カブトムシの飼育方法についての動画になります。今年もね、この夏始まって、カブトムシの飼育ね、僕も今年もしっかりやっていこうと思ったのでね、今回ね、ちょっと今年はこの体が赤くなる血統のカブトムシをちょっと入手したので、国産カブトムシの飼育方法をね、この動画で、僕なりにね、紹介していきたいと思います。カブトムシね、これから飼育する方も多いと思うので、今回の動画ね、初心者向けにカブトムシの飼育の基本的な部分のおさらいと、あとはね、この後ちょっと産卵させるための交尾とね、産卵をやっていきたいと思います。それではね、カブトムシの飼育方法僕なりに、解説していきたいと思います。それではね、カブトムシの飼育のポイント、今回ね、大きく5つに分けて紹介したいと思います。まずね、ざっくり5つ紹介すると、1番温度、2番容器、3番餌、4番転倒防止、5放虫しないについてね、ざっくり解説していきたいと思います。まずね、1番の管理温度についてなんですけど、カブトムシはね、夏場に現れる昆虫なんで、暑さに強いと思ってる方もね、多いと思うんですけど、実はね、カブトムシとかクワガタとかって結構ね、暑さに弱い昆虫なんですよね。30度超えるとマジでやばい。正直ね、28度くらいでも結構ね、命の危険があったりして、適温で言うとね、やっぱり20度から25度くらいの範囲が一番ね、過ごしやすい、長生きする温度帯なんじゃないかなと思います。我が家でもね、この飼育部屋、クワガタカブトムシいっぱい飼ってる部屋はだいたいね、今23度とかそのくらいを保ってて、家でね、カブトムシこれから飼育する方もなるべくね、クーラーの効いた室内で、管理してあげるといいんじゃないかなと思います。どうしてもね、室内難しいよっていう方は、そうですね、床下とかのすごいひんやりした場所とか、なるべくね、直射日光とか温度変化を避けて、ちょっとね、涼しくて、暗いような場所で管理してあげるといいんじゃないかなと思います。次にね、2番目、容器ですね。一時的にね、カブトムシを管理するんだったら、僕はね、このクリアスライダーっていう、商品があるんですけど、このくらいの容器、カブトムシ入れて、大体ね、体長の3倍くらいの広さがあれば、単独管理は、このくらいでできると思います。カブトムシとかクワガタって、仲間同士で喧嘩をするんで、こういう容器にオスメスをね、こういう風に一緒にずっと飼ったりしてると、やっぱりね、どうしてもオスがメスを攻撃しちゃったりとか、オスがね、メスに交尾を迫った時にメスが嫌がったりした時に攻撃して、クワガタなんかだったらね、すぐメスが半分にされちゃったりっていう事故が結構起こるんで、なるべくね、カブトムシクワガタ管理する時は容器は別々、個別管理でやりましょう。ただ繁殖させる場合だけは一定期間だけ、3日間とかね、5日間とか短い期間だけ一緒の容器で管理するっていうことはあるんですけど、長期間ね、一緒に入れるとやっぱり喧嘩して、最悪ね、殺し合いに発展しちゃうんで、基本的にはね、このくらいの容器でオスメス1匹ずつ管理するのをおすすめします。ちなみに我が家のおすすめのこのクリアスライダーっていうのは、通販でね、330円とかで売ってる商品で、これね、空気穴めちゃくちゃちっちゃいんで、コバエとかね、雑虫が中に入ったりしづらい、もしね、中で雑虫が増えても外に出づらいような感じなんで、室内でね、飼育してても、コバエがリビング飛んでるみたいなことを防げる、結構ね、おすすめな容器なんで、専門店とかでね、購入できる商品なんで、これおすすめですね。一応ね、僕は基本通販で購入してるんで、ちょっとね、通販のおすすめサイトも概要欄にね、載っけておきます。で、次のね、飼育ポイント3つ目、餌ですね。今ね、このゼリー、昆虫ゼリーのね、プロゼリーっていうのを僕は使ってるんですけど、基本的にね、そんなにこだわって飼育する人じゃなかったら、昆虫ゼリーとして売ってるものだったら何でもいいと思います。他にもね、果物とかあげる方とかいるんですけど、昆虫ゼリーの方が扱いやすくて、腐りづらかったりとかね、変な虫が湧きづらかったりするんで、ゼリーがおすすめで、カブトムシはね、餌食べる頻度結構ね、早いんで、クワガタだったらね、僕は1週間に1回くらい、ゼリー交換やってるんですけど、カブトムシだったらそうですね、1週間に2回くらいですかね、3日に1回くらいはゼリー交換仕上げるといいんじゃないかなと思います。カブトムシのね、飼育の基本4つ目は転倒ですね。カブトムシとかクワガタってこういうね、今これハスクチップっていう結構ね、粗い床材で管理してるんで、こういうところだったらね、こうやってひっくり返っても、この床材に足を引っ掛けて、すぐ起き上がってくれないなこういう凹凸のあるね、床材だったら、意外とね、すぐ起き上がってくれる。今起き上がってくれないんですけど、どうしてもね、飼ってる時に、何も飼育ケースの中に入れてあげなかったりすると、
こういう風にね、真っ平らなところだとね、カブトムシとかクワガタって全然起き上がれずに、こういう風にね、もがき続けて体力を消耗してすぐね、力尽きちゃうっていうことがよくあるんで、なるべくね、カブトムシとかクワガタ飼育するときは、こういうね、掴まれるような床材で管理してあげたりとか、あとはね、何か掴まれるもの、枝とか落ち葉とか何でもいいんで、掴まれるものを入れて、管理してあげると、結構ね、長生きするというか、まあ、事故を防げるんじゃないかなと思います。飼育の基本ね、最後は、野外に放さない。ということですね。飼ってる昆虫を野外に放つことを放虫とか言ったりするんですけど、基本的にね、飼ってるクワガタカブトムシは一度飼ったらね、野外に放さないであげてください。特にね、外国産のクワガタカブトムシなんかは外来種にあたるので、野外でね、それが放されて定着しちゃったりすると、環境省がね、動き出して下手したらね、特定外来生物にクワガタカブトムシが指定されちゃって、今後のね、輸入とか飼育とか売買が禁止になって、僕らね、クワガタカブトムシ飼育してるマニアが飼育できなくなっちゃうっていうことが起こり得るんで、外国産のクワガタカブトムシはマジでね、要注意なんですけど、国産のね、クワガタカブトムシだからといって、例えばね、北海道で今ね、実はカブトムシが猛威を振るってて、もともとね、北海道っていうのはカブトムシ生息してなかったんですけど、カブトムシをね、野外に逃がしちゃったせいで、今ね、北海道にカブトムシが定着して、そこでね、もともといなかったカブトムシがいっぱい増えて、いろいろね、生態系に悪影響を与えてるっていうことが起きてます。これを国内外来種なんて言ったりするんですけど、もともとね、そこに生息しなかった地域に生息してない生き物を放つっていうのは、まあ、結構ね、環境にでかい影響を与えかねないんで、それはね、気をつけてほしいんですけど、それ以外にもね、遺伝子汚染っていう考え方があって、例えばね、このカブトムシ、これ真っ赤なカブトムシなんですけど、これはね、類代を重ねられて赤い個体同士をね、代々掛け合わせて、こういうね、赤い形質が出るような遺伝子を持ったちょっとね、特殊なカブトムシなんですけど、カブトムシ一つとっても地域によってね、遺伝子がちょっとずつ異なってて、その地域特有の遺伝子を持ってる、遺伝子の多様性なんて言ったりするんですけど、そういうね、遺伝子を持ってるカブトムシがいるところに、こういうね、飼育したカブトムシを放ってしまうと、遺伝子汚染って言って、その地域にね、もともとあった遺伝子が混ざって汚染されちゃうことによって、もともとのね、その地域特有の形質とか、遺伝子のね、特性みたいなものを保てなくなって、まあ、そういう意味で遺伝子の多様性が奪われて、生態系にね、大きな影響を与えるかどうかはわからないんですけど、取り返しのね、つかない遺伝子汚染が起こってしまうっていうことがあるので、まあ、国産のね、クワガタカブトムシであっても、一度ね、飼育したものを野外に放すのはやめましょう。あとは、まあ、遺伝子汚染以外の観点で言うと、寄生虫とか病原菌を広める可能性もあるんですよね。一度ね、クワガタとかカブトムシ飼育すると、やっぱりね、市販の買ってきた用品で飼育したりした時に、その中にね、含まれるカビとか寄生虫とかダニとかね、まあ、いろんな病原菌、クワガタカブトムシにつく病原菌がいると思うんですけど、そういうのがね、ついた状態、実際このカブトムシクワガタについてるかついてないかっていうのは目で判断するのは難しいんですよね。そういった一度飼育してる、クワガタカブトムシをね、野外に放ってしまうと、そういったね、病原菌とかね、いろいろ寄生虫とかを野外に放ってしまう可能性があったりして、それによってね、生態系にでかい影響を与えちゃうみたいなこともありえるんですよね。クワガタカブトムシで言ったら、ボーベリアっていう昆虫にね、寄生するカビみたいなものがあったりして、まあ、そういうのをね、ばらまいちゃう可能性があったり、やっぱりね、ダニとかも結構ついてたりして、例えばね、専門店とかホームセンターだったりすると、外国産のクワガタカブトムシ使ってるところもあったりして、そういうところだとね、そこで増えたダニとか、そういう寄生虫みたいなのが、そこでね、一緒に管理されている国産のクワガタカブトムシに乗り移って、それを購入して飼ってる人がね、国産だからって野外に逃がしたことによって、もともとね、その土地にいない病原菌とか寄生虫をばらまいて、生態系にね、取り返しのつかない影響を与えちゃうみたいなね、ことも、可能性はね、そんなに高くないとは思うんですけど、そういうね、ことも考えられますので、マジで一度飼育したクワガタカブトムシは、もう基本、野外に放さない。最後までね、責任を持って飼育するっていうのを、心がけていただければなと思います。まあ、ちょっとね、この話はね、めんどくさくてあんまり面白くない話
話かもしれないんですけど、これからね、クワガタカブトムシ、この夏飼育する方がね、いましたらね、ちょっと一つ気をつけて、一度飼った虫は絶対にね、野外に放さないよう、よろしくお願いします。てな感じでね、カブトムシの、大まかなね、飼育の注意点を紹介しましたんで、次はね、繁殖方法について紹介していきたいと思います。今回ね、こちら、カブトムシのペアいるんで、まあね、繁殖させたいと思うんですけど、これね、飼育品なんで、まだ多分ね、交尾行ってないんですよね。なので、今回はちょっとね、ハンドペアリングって言って、オスをね、こういう風にメスの上に乗っけて、目の前でね、交尾をさせていきたいと思います。まあ、クワガタカブトムシ繁殖させるときに、まあ、交尾をさせる方法として、基本的にね、2種類あって、一つ目がね、このハンドペアリングって言って、見てる前で交尾をさせる方法で、もう一つ目はね、同居ペアリングって言って、まあ、見てる前でね、交尾がうまくいかない場合は、こういうね、狭いケースでオスメス一緒に管理したりして、まあ、一緒にしとけばね、2日3日一緒に入れとけば、結構ね、交尾すんなりやってくれたりするんで、そういうね、方法があります。今回はまあとりあえずこういう風に一緒にして同居ペアリングで目の前で交尾するのを確認してからね、産卵セットを組んでいこうと思うんですけど、ここで交尾うまく確認できなかったら、ちょっと今回はね、産卵セットの中でオスメスを1週間くらい、同居させながらね、ちょっと産卵に挑戦していこうかなと思ってます。今ね、なんかオスがメスに反応してるというか、メスの頭の辺を舐めてますね。ちょっと様子見ていきましょうか。よし、どうだどうだ、交尾するか。お、オスがね、反応してますね。オスが反応してるけど逆だ、そっちは逆だ。あ、ちょっと、あ、戻ってきた戻ってきた戻ってきた。どうでしょうかね、オスね、これ、あ、交尾器が、おー、出た。交尾成功なるか。ちょっとメスが嫌がってます。ちょっとメスが嫌がってますね。はい。まあでもね、オスが結構ね、交尾欲あるんで、これで交尾が行くか行く。あー、逃げられた。ダメですね。でもこの調子ならね、もうちょっと見とけば、交尾ね、うまくいきそうな。あー、やばいやばいやばい。あ、どうだ？いけるか？メスがじっとしてさえいれば交尾が成立しそうな気はしますね。オスはね、結構メスに反応してくれてるんで。さあ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 、なんかおとなしくなっちゃったな。やっぱりね、野外品だとね、結構すんなり交尾するんですけど、飼育品だとね、いまいち、なんだろうな、なんかやっぱ交尾がすんなりいかないみたいなんで、もうちょっと試してね、交尾がなんかあんまりうまくいかなかったら、ちょっと同居ペアリングで産卵セットの中でね、オスメス同居させていこうかなと思います。もうちょっとね、粘ってみましょうか。あの後ね、何度か試したんですけど、ここまで行くんですけどね、なんかすんなり交尾がうまくいかないので、ちょっとね、今回はね、ハンドペアリングじゃなくて同居ペアリングって、産卵セット組んでからそこにね、オスメスを今回入れていきたいと思います。まあ、産卵セットも今回ね、広めのケースで組むんで、広いケースだったらね、1週間くらいオスメス一緒に入れといても大丈夫なんですけど、狭いケースになっちゃうと、やっぱりね、オスがメスを、攻撃しちゃうっていうリスクがあるので、そこはね、ちょっと臨機応変に対応して、卵がね、確認できたら、オスをね、回収するっていう方法で、産卵セット同居ペアリングをやっていきたいと思います。いや、交尾ね、意外としないときはしてくれないんでね。反応するんですけどね、はい、じゃあね、産卵セット組んでいきましょう。それではね、カブトムシのね、産卵セットを組んでいきたいと思います。まずね、必要なものが、容器がね、今回こちら小林シャッターの、中サイズのケースですね。これね、だいたい容量が7リットルくらい入る、ちょっとね、大きめの飼育容器になります。まあ、飼育容器、このくらいのサイズだったらね、何でもよかったりするんですけど、これはね、専門店で売ってる小林シャッターっていう容器で、これね、ここがね、フィルターになってて、中がね、空気穴がこういう風に開いてる商品で、
構ね、この空気穴の数が程よくて、中の湿度を結構保ちやすい、クワガタカブトムシの、産卵用のケースとしてはね、めちゃくちゃ使える容器なんで、これ1個ね、だいたい1000円弱くらいする容器なんですけど、これがね、あるとおすすめなんで、今回ね、これで僕は組みたいと思います。で、あとは産卵用のマットですね。今回ね、僕が使うのはね、こちらの、グローバルさんのビートルマットっていう、マットを使います。カブトムシ産卵用の土だったらね、結構国産カブトムシ何でも産んでくれたりするんで、これはね、ホームセンターにあるカブトムシ産卵用の土でも何でもいいと思います。であとは、餌皿ですね。はい。ちょっとね、今回僕餌皿いっぱい入れるんですけど、基本的にね、カブトムシやっぱり産卵セットの中でひっくり返って起き上がれなくて、そこでね、体力消耗して力尽きちゃうっていうのが一番ね、良くない死因なんで、これをね、防ぐためにひっくり返っても何か掴まれるようなものを入れてあげましょう。僕はね、この餌皿をいっぱい入れることにします。あとは、こちらのね、ゼリーですね。これもね、やっぱり産卵するときにカブトムシって結構ね、タンパク質消費するんで、これはね、プロゼリーって言って、高タンパクって書いてあるんですけど、タンパク質多めのゼリーを入れてあげると、まあ、気持ちね、産卵数が伸びる、多くね、卵産卵してくれるんじゃないかなっていうことでね、このゼリーをたんまり入れてあげます。じゃあまずは、このね、マット、土のね、仕込みをやっていきましょう。それじゃあね、まずこのマットを袋をさっと切って、ドバッと。カブトムシのね、マットとか、まあ、こういう産卵用の土っていうのは、市販でね、売られてる状態だと、ちょっとね、乾燥しすぎてるんで、水分を加えて、水分量をね、調節してあげる必要があったりするんですけど、今回のね、このグローバルマット、もうね、多分、購入した状態で結構、程よい水分量になってますね、これは。若干、ほんのちょっとだけ加水してあげるかどうか迷うくらい、なんですけど、そうですね、ちょっとだけ、ほんのちょっとね、水分加えて、水分量をね、調節していきたいと思います。ちょっとね、あとこういう風にダマになってる、こういう風にね、マットがちょっとダマになってたりするんで、こういうね、ダマも潰してあげて、ちょっとサラサラにしてあげて、今回水はほんのちょっと、もうこのくらい入れればいいかな。入れる水の量は本当にそのマットの状態によってまちまちなんで、ちょっとね、ここは感覚的な部分になってくると思うんですけど、だいたいね、水分量目安としては、このマットをグッて握った時に、こういう風にね、形になって、ちょっと触るとこう、サラサラ崩れるくらい。このくらいの水分量がカブトムシもベストですよね。これ水分入れすぎると、これグッてやった時に水が染み出ちゃったりするんで、そうなるのはさすがにね、水入れすぎなんで、そうならないくらい。逆にグッと握っても、こう形ができないくらいのサラサラ加減だったら、もうちょっとね、水分入れてあげてもいいんじゃないかなっていう感じですね。まあ、これも握力によったり、あとマットの種類によっても、このまとまりやすさっていうのは結構変わってくるんで、まあ、一つのね、目安にしかならないんですけど、まあ、こんな感じで判断して、ちょっと、気持ちちょっとだけしっとりするくらいがいいんじゃないかなと思います。で、なるべくね、水を加えたらね、水分がこのマットの中で均一になるように、しっかりね、こう、攪拌して混ぜ合わせてあげましょう。僕がね、今回使うこのグローバルさんのビートルマットは、結構ね、ツヤクワガタとかの飼育にも、結構使えて、めちゃくちゃ品質良くて、正直ね、今回ちょっと加水したんですけど、加水ね、必要ないくらいなのかな。結構、いいマット、ガス抜きとかも必要ない、いいマットなんで、そうですね、おすすめですね。で、マットも種類によっては、なんて言うんですかね、袋開けた時の、匂いがね、すごいきついマットとかあったりするんですよ。匂いのきついものについては、一度ね、袋を開けてから、そうですね、2、3日くらい、匂いが収まるまで、ちょっとね、置いてあげて、ガス抜きって言って、変な匂いがしてるってことは、多分ね、そのマットの中の微生物が活発に動いて、落ち着いてない、安定してない状態にあるんで、2、3日置いて空気にさらしてあげると、結構ね、マットが安定して匂いが落ち着いてきて、微生物のね、活動も、なんだろう、結構落ち着いてきて、使えるマットになったりするんで、匂いのきついものは、数日置いとくっていうのを覚えておいてください。匂いのきついマットね、そのまま使うと、
中のバクテリアとかね、微生物が、酸素をいっぱい消費しちゃって、二酸化炭素とかね、ガスが出て、その土にね、クワガタとかカブトムシ入れたりすると、クワガタとかカブトムシが酸欠で死んじゃったりとか、あとね、マットが発熱して熱を持っちゃって、その熱でね、虫が死んじゃったりすることっていうのも、やっぱね、夏場とかは特によくあるんで、なるべくね、やっぱマットがすごい匂ったりする場合は、匂いがね、落ち着くまで、ちょっと置いておいてから使うのがいいんじゃないかなと思います。それじゃあね、マットの仕込みが終わったんで、こちらのね、ケースに、詰めていきます。最初はもうザザッと適当に入れて、で、カブトムシは基本的にね、この土を固く詰めたところ、硬いところにね、産卵するんで、他ね、手をグーにして、こういう風に、ググッとマットを押し固めていきます。で、これ押し固めるときに、ケースね、大人の力で思いっきり押すと、時々ケース割れちゃうことがあるので、ケース割らないように注意しつつなんですけど、国産カブトムシだったらね、本当に硬いところに産卵するんで、もうなるべく硬くでいいんで、下の方ね、だいたいそうですね、このくらい、今、3分の1くらいかな ?3 分の1くらい今、ガッチガチにね、こう固めて詰めてます。で、このくらいね、詰め終わったら、ここからね、上は、そこほどは硬くしない程度に、ちょっとね、硬さのグラデーションを作ってあげて、一番底はガチガチで、そこからちょっと上に上がると、ちょっと柔らかくなって、最後一番上はちょっとふかふかくらいの感じで、こう土をね、詰めてあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、上から下までね、全部ガチガチにしてもね、国産カブトムシ全然産卵してくれると思うんですけど、なるべくね、その上の方は潜りやすくするために、多少ね、柔らかくしてあげるのと、あとはね、その柔らかいところから硬いところに潜る過程で、産卵しやすいところをカブトムシがね、探して、いい感じのところでね、自分で産卵してくれるっていうのが理想なんで、まあ、僕はね、こんな感じで産卵セットをね、組んでますね。こんな感じでね、ケースのだいたいそうですね、8分目くらいまでね、マットを敷き詰めたら、先ほどのね、この餌皿に、僕の場合ここにね、ゼリーを、こういう風に装着して、こうね、並べていきます。はい。はい。よし。ここはね、完全に真似しなくてもいいんですけど、僕はね、このゼリーをこの、十字カッターっていう、ちょっと特殊なやつで、こうやって十字のね、切り込みを入れてあげると、普通にね、このゼリーの蓋を剥ぐよりも、なんて言うんですかね、ゼリーがね、空気に触れづらくなって、こういう風に十字の切り込み入れてあげると、ゼリーがね、空気に触れづらくなって、長持ちしやすくなりますね。この状態でも、カブトムシね、ゼリー、全然ね、食べてくれるんで、こういう揚げ方も一つあります。まあ、餌皿ね、いちいち買うのめんどくさい方は、公園とかでね、落ち葉とかね、落ち枝とか拾って、それをね、上にいっぱい敷き詰めてあげるだけでも、転倒防止になるんで、まあ、そういう方法でも全然いいと思います。こんな感じでね、産卵セットできたら、こちらのね、ちょっとまだ交尾確認できてないんで、今回はね、オスメスを、このね、ケースに、一緒に、こんな感じで、とメスを入れて、これでね、もう蓋をしちゃいましょう。よし。まあ、こんな感じにね、カブトムシの、産卵セットは、こんな感じでね、完了になります。大体ね、この状態で、うまくね、交尾産卵が行えると、ケースのね、側面とか裏の面から卵がね、見れるようになったりとか、そうですね、早いとね、もう1週間くらいで産卵してくれるので、一度ね、まあ、1週間から2週間くらい経過したら、このケースをね、一回ひっくり返してあげて、卵ね、産んでるかどうか確認してあげてもいいんじゃないかなと思います。このままね、ずっと置いておいても、中でね、いっぱい幼虫が繁殖して、いっぱいね、取れることもあるんですけど、なるべくね、いっぱい数を取りたいっていう方とかは、まあ、1週間に1回とかね、ひっくり返して、卵を回収して、またね、マットを詰めてあげるみたいな、ことをね、続けると、まあ、うまくいけばね、毎週10個以上卵を得られて、それがね、毎週続けていけばね、どんどんいっぱい数を増やして、うまくいけば50個以上平気で卵を産む種類なんで、いっぱい卵を回収していただけたらなと思います。で、あとは、まあ、今
回ちょっとね、あのペアリング確認してないんで、今ねオスとメス同居させてるんですけど、オスとメスずっと同居させるとやっぱりね、あのオスがメスを攻撃して、まあメスがね早めに弱ってしまうっていう可能性もあるんで、1週間後とかにひっくり返して、もしね卵とかいっぱい確認できるようだったら、産卵がね成功してるようだったら、その時はねオスを、ちょっと産卵セットから出してあげて、メスだけでね、あの産卵させてあげるといいんじゃないかなと思います。で今回はこれね、飼育品のオスメスペアでやってるんで、しっかりねペアリングさせる必要があるんですけど、外で取ってきたカブトムシのメスだったら、活動開始してるカブトムシってもうね、あの交尾済みの可能性結構高かったりするんで、それね野外品のカブトムシだったら特にね交尾させずとも、こういう産卵セットにねメスだけで導入しても結構ね産んでくれることが多いんで、その時はね、まあそういうやり方もいいんじゃないかなと思います。まあ、今回ねこんな感じで、カブトムシのね飼育方法、この動画1本にまとめていきました。まあ、他にもねこの産卵セットを組んだ後の、卵の回収とかね幼虫の管理方法についてはね、過去にもあの動画でまとめて紹介したりしてますのでね、もしねカブトムシこの夏飼育されて、その後もね気になる方いましたらね、過去の動画も見ていただけたらなと思います。いや今年はねこの赤いレッドボディのねカブトムシを増やしてね行こうと思ってますので、よろしくお願いします。それではね、ご視聴ありがとうございました。またね、次の動画もよろしくお願いします。失礼します。カブトムシ。